皆さん、こんにちは。ニーニーの紫色担当、キスミンこと、天羽キスミでーす。はい、シュープレさんの撮影にやってきましたー。というわけで、一着目はこんな感じで、スケスケのニットに水着っていう感じで、私黒がめちゃめちゃ好きなので、もう初っ端からお気に入り衣装です。今日は天気がいいんですけど、風がちょっと強いので、その風をも味方につけて頑張りたいと思います。行ってくるよ。バイバイ。海に着きました。いや、めっちゃ今までずっと冬だったので、春の海めちゃめちゃ初海解禁、海開き、サーフィンの方がいっぱいいらっしゃって、その中に混じってちょっとセクシーな俺を披露したいと思います。どんな人、なんか紫の、こんな担当カラーな紫なんですけど、紫の大人っぽい紫です。私、雨降ってるか風吹いてるか曇りなんですよ。雨女、ニーニー雨女説あるんですけど、結構私濃厚かもしれないです。でも暖かいから良かったです。めっちゃ、はい、頑張っちゃいます。2着目はですね、こっちのスタジオに移動してきて、いちごの水着を着ています。この中身。はい、いや最初なんか意地悪な大人の方たちがいちごにツインテールって言ってきて震えたんですけど、どうやらなんかすごいいい感じに大人っぽいいちごにしてくれたみたいです。いちごの皆さん、キスミをたくさん愛してね。はい。さっきはいちごのみんなとか言ってごめんね。ちょっと恥ずかしくなっちゃって逃げちゃったんだよね。はい、というわけで水着のいちごの水着終わりました。なんですけど、なんかすごい初めていちごになんか慣れって言われて、なんか難しくって、まだ自分的に反省点がたくさんあるなっていうのと、勉強したいなって思いました。でもちょっとなんかすごい私的に結構お気に入りで、なんか可愛い水着だけど かっこいいテイストで撮ったりもしたので、ギャップを楽しんでほしいです。スニーカーもおしゃれです。なんかすごい、あ、メリカンな感じですね。はい、超可愛い。いちごの気持ちって言われると難しいんですけど、なんか草のとこで撮った時に、なんかいちご、もっといちごになりきってっていうなんかご指導がありまして、もうちょっと頑張って学びます。最初のやつ、黒い透けニットのやつとかもなんか大人っぽい雰囲気で、私なんか黒がすごい好きなので、黒い透けは割とテンション上がりました。本当にもうなんか春の訪れを感じてってめちゃめちゃ嬉しいです。でもやっぱ夏ですかね、誕生日とか、あと夏ってなんかこうアイドルやってる夏フェスとかこうあったり、なんか全体的になんか盛り上がってる感じがするじゃないですか。結構寂しがり屋なので、なんか世間が盛り上がってると自分も嬉しいみたいな。え、はい、
そうですね、なんか夏祭りとか花火大会、夏フェスみたいな、こうみんな盛り上がってていいなっていう。いやでも陰キャですよ。夏祭りとかも久しく行ってないし、花火大会はあの家族で、あの家の屋上から見るのが日課なんですけど、それぐらいですかね。でも本当にやっぱり私原点がやっぱシュープレさんなんで、シュープレさんでまた始まれて嬉しいです。いやだってもうなんかもう恥ずかしいぐらい最初ガチガチで何も動けなくって、私ってやばいかもしれないみたいな、もうなんかいろいろ考えてたのを覚えてて、で結構デジタル写真集とかもこうたくさんメンバーが驚くくらいたくさんご主プレゼン出させていただいてる分、やっぱお世話になってるっていう数だと思うので、なんか私の歴史がそこで見れる感じがあって、でなんかよく配信とかも言ってます、シュープレイさんのデジタル写真集は私の水着のお仕事の歴史だからってそうするとこう応援してくださる方はそうなんだって、めちゃめちゃだってもういろいろやっぱ表情の作り方とか、まあ、体型とかもめちゃめちゃ気にするようになったりとか、いろいろこういうやっぱ水着のお仕事に関してこうもっとこうできるなできるなを毎回学ばせてもらえる機会で、なんかいろいろ成長できてたらいいななんて。成長したとこ、いやでも今日の撮影でもなんか左の私右の顔がすごい好きっていうのと、あと人となんかこうちょっと人見知りがすごくて正面向かって喋れないんですよ。だからこうそういうのも全部重なって右側の顔をこう映してもらうこと癖が多くなっちゃってて、それではい右顔いいよ右っつって、でもそれなもう多分一作目ぐらいから多分ずっと言われてて、それはちょっとまだ直せてなかったっていう反省ですね。成長したところなんだろう。でもなんかちょっと大人な表情とかいけてるんじゃないですかね。何ですか。あれおかしいな。わかりません。わかんないかな。結構出してたんですけど、ちょ該当してなかったみたいです。ちょっと直してきますね。あそうです、あ次のやつも結構めっちゃ好きで、なんか真っ白のなんかコルセットっていうのかな、なんか感じのやつでちょっとウェディングっぽくもある、大人っぽいんですけどなんかちょっと清気しい、あなんて読むんですか、すがすがしい、あれそれとはまた違う、爽やかなんて言うんだろう、こうピュアな感じ、ピュア大人、はい、何笑わないで、かピュアなんですけど、アイドルですから、清楚系代表っていう私のグループのなんかその個人個人のグッズみたいになるんですけど出てるんで、はい清楚系代表です。ちょっと笑うとブレちゃいます、はい、笑わないでください、変なところで清楚系代表です。今はタグを切ってます。でこれ合ってますタグ切ってました。中は見せられないよこれは、でもお気に入りなんだ。最後の衣装はなんかすごい大人っぽい感じで、こんな感じで髪型もなんか何濡れ感みたいなちょっとウェッティーな感じでセクシーになってるんですけども、まあ、さっきまでなんか結構ちょっとなんかピンクのポップな感じの水着だったりっていうのがあったところでの一気に大人な感じなので、なんかちょっと切り替えスイッチを入れないとなって思いました。